電子ブックはソニーが開発した電子書籍で 8cmCD ロムを専用キャディに収めた。通常の CD ロムと違い、キャディのまま電子ブックプレイヤーと呼ばれる専用ハードウェアで利用する。メディアを汚したり傷つけたりする恐れがない。電子ブックプレイヤーは乾電池または充電池で動作することが可能で外出先に持ち出して使用することができる。 携帯用電子辞書、電子書籍機器の走りといえる。ソニーの電子、ブックブレイヤーが2000年発売の DDS35 で終了したため、電子ブックの発売も収束し、ハードウェアメーカーや版元による電子、ブックコミュニティも活動を終了した。以降、入手可能な電子ブックは、基本的に在庫のみである。電子ブックの使用には、大まかに分けて、e、EB、G、EBG、 eb 草 eb 草 c, seb 草がある。源流が同じことからエップウィンと類似した構造となっているため、両方に対応している検索ソフトが多いが、電子ブックとエップウィンとの間には互換性がない。ファイル名やディレクトリ構造、ファイル構成も異なっているし、その後に拡張された音声、映像の形式やデータ圧縮の方式は全く別のものとなっている。 イービークサの音声は、当時、ソニーが推進していた CD、CD r o m ソトラックに、アドピ CM で記録されている。イービークサ C は中国語に、対応のため文字コードは特殊であり、日本語の JISX-0208 と、GIGABYTE 2312をベースとした独自中国、5文字コードを併用している。電子ブックの主要な検索方法は、以下の通り、ワイルドカードや、 正規表現は使えない。電子ブックは一般にかなと英字のインデックスのみが記録されており、漢字を含むキーワードでの検索ができない。これは電子ブックが 8CMCD ロムに記録されるために記録容量に制限があること。電子ブックプレイヤーにはかな漢字変換機能がないことによる。検索のためのインデックスがなく検索できないものも多い。その場合はメニュー操作になる。 辞書拡張ツール、電子ブック漢字インデクサは、日本語電子ブックタイトルの前方一致かなインデックスから、漢字の表記インデックスを作成し、漢字表記による検索ができるようにする。電子ブック検索、閲覧専用ハードウェアとしての電子ブックプレイヤーは、ソニー、松下電器、三洋電機などから発売された。電子ブックの主たる推進者は、ソニーであり、 初の電子ブックプレイヤー、データディスクマン DD-1 の発売から、電子ブックの歴史が始まった。途中、松下と産業の参入はあったとはいえ、最後の電子ブックプレイヤーも、ソニーの DDS35 であった。このうち、松下電機の k x e ブックには、同時期のソニー製電子ブックプレイヤーより高速で、若干小型でもあり、さらに機構部品も丈夫なため、一部では、 人気があった。セガから家庭用ゲーム機、セガサターン用ソフトウェアとして、電子ブックオペレーター HSS-0120 が発売されていた。これは、ゲーム機を電子ブック検索、閲覧端末として使うソフトである。電子ブックプレイヤーには、電子ブックが付属している。ソニーの場合、最も多いものは賛成堂の国語、英和、和英、外来語、類語、ことわざ。 その他の辞書を一枚の電子ブックとしたもので、これは後に、ほとんど同じものが、三成堂から、辞書パック10として発売された。データが圧縮された s e b 草の登場以降は、工事園と研究者の A は、和英辞典を一枚の電子ブックとしたものとなった。松下電機は福武書店の国語、A は和英が付属していた。電子ブックプレイヤーは一部機種を除き、キャディの中身を入れ替えたり、 専用キャディを用いることで 8cm 音楽、CD の再生も可能である。FM 文字多重放送に対応したラジオを内蔵した機種もあった。電子ブックを再生できる CD-ROM ドライブを内蔵したワープロ専用機も存在した。電子ブックの構造ほとんど全ての電子ブックはキャディから CD-ROM を取り出すとパーソナルコンピュータで使用することができる。一部の電子ブックには 最初から PC 用検索ソフトが付属している。もし付属していない場合でも、電子ブックの検索ソフトは市販製品だけでなく、フリーウェアも多いので、用途や好みに応じて選択できる。ただし元来が専用ハードウェアを前提とした仕様のため、何らかの制限が残ることも多い。すべてのファイルをディレクトリ構造を保ったままハードディスクにコピーして使用すれば、 CD-ROM がなくとも使用できるようになる。過去にはキャディから CD-ROM を取り出さずにセットできる専用ドライブや一般のコンピュータに接続しコンピュータ上の検索ソフトから検索でき、かつ単体でも電子ブックの検索ができる電子ブックプレイヤーも発売されていたがあまり普及しなかった。ありがとうございます。